今山川選手のはいティーバッティング、はい、ちょっと見てますけれども、井川さん、はい、まあキャンプ初日ですけれども、うん、見た感じいかがですか。体が絞れてるよね。絞れてる、絞れてる、まあ、本人もさっき話聞いたけど、はい、少し絞りました。だいぶ相当絞ったと思う。じゃあこのコースも合わせて、俺と髪型一緒みたいな感じなんだけど、ね、お揃いですね。お揃いに井川さんも何してるの。かもね、あとは長いバッグだけどね。あ、これはなんでなんですか。なんでなんだろうね、まあ、そんなに重くはないと思うけど、ノックバットみたいな感じじゃないんだろうけど、やっぱバットコントロールとか、そういうミート率を上げたいんじゃないですか。長い体感で長いという感じ。これがじゃあ実際短いバットに変わった時にその成果が、まあ、振りやすくなるよね、短いと。うん、だからバットコントロールというか、はい、まあ、そういうのを意識してるのかなと思うよね、うん、まあでも、あったかいね、本当あったかい。今日15度ぐらい。キャンプ地だな、やっぱな。九州ですよ、うんうん。寒いときは寒いんですけどね、ちゃんと年によって。あ、寒いときは寒い。暑いときは暑い。ホームランを目指して頑張ってください。我々に笑顔で。違う違う、上の子供が今年もホームランを狙ってください。我々に笑顔なわけないですか。ないよ。左手一本でいい。打ち出す角度がいいよね。ホームランバッターってさ、やっぱ網の上の方に当たるし、ライナー性打つやつは本当にあのライナー T の時も打っていくしね。ゴロ打つやつはいないけど。そうですね。T バッティングでね。まあでもいい感じだね。人が選手のティーバッティングを見たとか、どのあたりを見るとポイントというか、どのあたり見てほしいとかってありますか。まあ、工夫をしてるよみんな、うん、だから練習法っていっぱいあるんだなっていうのを覚えてほしいよね。あ、うん、それぞれの選手によって違う、うん、いや、それぞれ取り入れてる工夫が違うから、はい、だからその工夫を見ると楽しいと思う。から背番号3ですもんね。背番号今年からね、はい、浅村もつけてる、うん、そうですね、中島選手、浅村選手、そして数字は減ったけど重くなったですね。うまい。何だ、数字は減ったけど、その責任感が重くなった。うまいです。何が重くなった。なんか全然予想行きだな。そんなことないけど。人によってだけど、まあ200球打つやつもいれば100球で終わってるやつもいるし、その人によってやっぱちょっと違うね。まあ、若い時ってノルマがあって、まあ、コーチでいた時なんか200打ってから入ってゲージに入れってことは言ってたけど、200って結構、200って結構あるよ。そっからゲージですか。それも全力で打てるって。豊さん何球やってますか。ゲージって結構綺麗に気持ちいいフリーバッティングしたいんですよ、うん、でも200打つとなかなかさ、うん、できないから、うん、でもやりたいわけよ、うん、そしたらだんだん力がついてくるというか。何が、まあでも上手い下手ってあるからね、あるんで。バットのヘッドの走りを意識したバットにしてるね。
いいやつだからね。ズームできた。なんだ。どういうところに高さに注目してみますか。去年とやっぱりちょっと違うのは、ティーの打ち方がちょっと変わってきてるね、うん、いろんなティーを取り入れてるとか、なんか前までこう、とにかく飛ばすとかさ、そういう感じだったんだけど、よりコンパクトに飛ばしたいんだよね、キレよく。だからちょっと変わってきたね、アップルパンチが。キャンプ入ってブクブク太ってみろ、帰れって言われる。いや毎日体重測定とかもあるから、朝飯前とかさ、そういうところで体重測る球団もある、毎朝。それお前太って行ってみろよお前、まあ、もういいから帰れって言われる。意識をまず変えてから来い。そうだ、全部場外の意識だった。あ、場外、場外、はい、でも今年はやっぱ中段ぐらいに気持ちをちょっとあれしたんじゃない、キレよく確実に打つために。あ、その中段だけでいいんじゃない、じゃなくてキレと正確性。じゃあちょっとやっぱこう期待できるかもね、今年も。そうですね。